FC 鹿児島は、かつて存在した、社会人サッカーのクラブチーム。鹿児島県鹿児島市を本拠地としていた。ボルカ鹿児島とともに、日本プロサッカーリーグに加盟する、鹿児島ユナイテッド FC の前身となったクラブである。鹿野体育大学体育会サッカー部の学生が、主体である社会人登録のチーム、鹿野体育大学クラブとして創設した。 第79回転のオハイ全日本サッカー選手権大会へ初出場し、1回戦で、港南大学を破り初勝利を挙げた。なお、2回戦はアルビレックス新潟に敗れた。九州サッカーリーグに、初めて昇格。また、将来の JFL や、J リーグ参戦を睨んで、チーム名を、大隅ニフスユナイテッド FC に改め、一般社会人にも、 本格的に門戸を開いた。ミニフスは国立体育大学を意味する。なお、九州リーグで再開となり、鹿児島県社会人、サッカーリーグ一部に降格。鹿児島県リーグ一部と九州各県リーグ決勝大会に優勝して1年で九州リーグ復帰。九州リーグは18試合のリーグ戦で90分間では未勝利。 勝ち点4の再開で、鹿児島県リーグに降格。鹿児島県リーグで優勝したが、2010年1月に行われた九州各県リーグ決勝大会の準決勝で、ホヨアトレティコエランダイブに PK 戦の末に敗れた。3月25日、チーム名を FC 鹿児島に解消。2011年度の九州リーグ加盟、2014年度の JFL 昇格。 2017年度の J リーグ加盟を目指すと発表した。また、鹿児島の有力なクラブユースチームの一つである、アミーゴス鹿児島からの支援も受け、鹿屋体育大学とアミーゴス鹿児島から推薦を受けた選手など、鹿児島県全域から選手を集めた。なお、 チーム発足当初に在籍していたカノヤ体育、大学体育会サッカー部出身の選手は、一斉対談し、大隅ニフス FC という新しいクラブを発足させ、南日本社会人リーグの株リーグに参入し、鹿児島県一部リーグの参加権利を譲渡する形となった。鹿児島県リーグは7戦全勝の成績で優勝。2011年1月の、 九州各県リーグ決勝大会で FC、那覇を破り九州リーグ昇格を決めた。終盤まで、ボルカ・鹿児島とリーグ優勝を争い、最終節の直接対決で V ・鹿児島を下し初優勝。鹿児島県勢が九州リーグを制したのは、1986年の鹿児島サッカー教員団以来26年ぶり。8月2014年より、 V 鹿カゴと統合した上で将来の J リーグ入りを目指すことで合意したと発表した。同10月第37回全国地域サッカーリーグ決勝大会の補充出場が決定した。これは第49回全国社会人サッカー選手権大会の結果によりすでに地域リーグで優勝して地域決勝の出場を決定しているか。 出場自体のチームが発生したことで、同大会からの出場チームが2つのみとなったことにより、大会レギュレーションに基づいて2位クラブの中から補充出場が認められることによるもの。地域決勝では一時、ラウンド2試合終了時点で1勝1敗、決勝ラウンドに進出するためには3戦目の FC、コリア戦で4点差以上での勝利が必要であったが、 その試合を4から0で勝利し、各グループ2位成績最上位で、決勝ラウンド進出を果たした。決勝ラウンドでは1勝 1PK 敗い敗の、勝ち点4で3位に入賞した。2013年12月2日、V 鹿児島と統合後の新チーム名を、鹿児島ユナイテッド FC とすることが発表され、本年をもって FC 鹿児島としての活動を終えた。なお、 12月4日の JFL 理事会で、鹿児島ユナイテッド FC の JFL 入会が、承認された。熱く燃え上がる南国の太陽をイメージしたオレンジ、金港湾等の美しい海をイメージした、ライトブルー、桜島等の山々をイメージしたグレーが、チームカラーで、それらの色が、ユニフォームに使用されていた。2012年10月時点上、ライ FC。 鹿児島設立当初から支援を表明している、地元有力ユース、アミゴス鹿児島の U-18 を2012年4月より、FC 鹿児島、U、U-18 と改名し、株組織としての運営を行っていた。2014年より再度、アミゴス鹿児島に戻っている。高窓宮杯 U-18、サッカーリーグ J リーグユース選手権大会。 決勝トーナメントに進出した試合のみ、表記2011年11月より、主催、運営を、NPO 法人の SORA、FC 鹿児島が協力をし、鹿児島県各地で活動を行っていた。FC 鹿児島発足と同時に、天文館に、カラーズというオフィシャルカフェを、オープンした。長年地域で活動していたボルカ鹿児島とは違い、知名度では、 圧倒的に劣ることから、チームの存在をアピールするアンテナの役割も果たしていた。なお、FC 鹿児島のみを対象としてではなく、スポーツカフェとしてオープンされていた。また、FC 鹿児島の過去の記録 DVD を見ることも可能であった。チームの記録やプロモーション活動の PR のために、不定期で発行している開放のようなもので、 公式ホームページ内でも配布されており、PDF 形式で全てのファイルを閲覧可能となっている。ありがとうございます。